いやしかしやっぱ10時で だと全然間に合わずね。まあ新幹線使えばね、名古屋から新幹線使っとればね、もう今頃広島余裕でついてると思いますけど。あげれんな、あのさすがにね、横が特別席のないなんてね、ちょっとアップロードするのにはあれですけど、あ今のところのモザイクとかまあまあ大変なんだよな、ああいうのね、横入れたりするっていう風になるとね、あの辺りもね、どんなんだろう、あの他のプレミアプロとかファイナルカットとかってモーションのかかるモザイクって書きやすいのかな、少なくとも今パワーディレクターでその動くモザイク書きようと思うともうねお手上げですほぼ無理っすね。あのなんで固定してね広めに取っといてガンっていうタイプのモザイクの書き方やってんの、あれ雑云々の前にその動いてモザイクってのがもうモーションでこっからここってこんなことに設定しないといけないような感じなんで、ちょっとむずいなぁと思っとってね、そこはね、どうしようかな、多分海外だとそういったモザイク需要があんま、まあね、マスキングかけるっていう需要がないんで、そこら辺が多分日本市場にその特化してるような、動きを見せてるところでないと、あんまし力を入れてないのかもしれませんね。それはテロップもそうですね。私はね、そのちゃんとファイナルカット使ったことないですし、ファイナルカットとかあとプレミアプロあのタイプは使ったことがないんでね、あまり、偉そうなことは言えないんですけど、まあその使ってる人のね画面とかね見ることあるじゃないですか。そうすると言えば、今までパワーディレクターと初期の頃はパワーディレクターじゃなくてあれ使ってたんですかね、Windows の、Windows ムービー、メーカーっていうムービーメーカーっていうのがあったんですよ。 Windows が一時期 XP の時代くらいかな、デフォルトでそのソフトが編集できるよっていうソフトが入ってたんで、それを使ってみてた時期があるんですよね。初期の動画もう黎明期の頃の動画がそれですわ。やれることもだいぶ制限が強いですし、だいぶね、使い勝手はまあだいぶ、まあ、当時なんでね、十何年前の話なんでね、だいぶちょっとしんどいところがあったんでね、多分そのファイナルカットとか要は Mac がもともと動画編集とかそういうのにすごく長けとって、もう MacBook を買えばね、いつでもどこでもクリエイターになりますよっていう、本当にあのそれもそのちょっとしたことしかできませんよっていうなんちゃってじゃなくて、ちゃんとプロとしてのお仕事ができますよっていうのが、そこはもう圧倒的差だったんですよね、 Windows との。それで Windows も XP の時代もだから15年ぐらい前かね、にそのあたりね強化したのをやったりしてたんですけど、まあ、結局全然普及はしなかったですね。あの Windows ムービーメーカー使って動画アップことしたことがある人ってどれくらいいるんだろうな、残ってるのかな。多分ねあっちの方だったら結構いたとは思うんですよ。あのゆっくり動画やってる分主さん、あと踊ってみた系とかだったらワンチャンあるんじゃないかな、そう使ってた人、ボカロ系だとちょっときついかもしれない、相当スペックのいいパソコンが必要になってきましたからね。あでもボカロって Mac 対応とかどうだったんだっけ、どうし、ああちょっと覚えてねえな、
ですからゆっくりでね、高3でね、ずっとやってるような人とかだったらね、ワンチャンそのウィンドウズムービーメーカー使ってたよっていう人いるかもしれませんけどね。どちらかというと Mac で入ってた。 YouTuber さんはもうほぼほぼ Mac でまず MacBook を買って、そこから YouTube を始めるぞっていう人が多かったんで、Final Cut からね入ってる人が多いですけど、いるのかな、マイノリティだろうな、相当マイノリティだと自覚はしてますからね、うん。あ、ちなみにそのうちのね、メンバーのキッシーさん、キッシーさんはそもそもそういったムービーメーカーではなくて別のソフトで確か作ってたんで、まあもともと音声合成とかそっちの方ですからね、彼がやってたのはね。さあそろそろかな、一回地図見てみよう、いい時間だし。さあ、心なしかね、画面が縦揺れが激しくなっているような気がしないでもないですけどね、余裕ぶっこきすぎましたね、思ったよりも時間ギリギリで、しかもまだちょっと距離があるぞこれはと、いうことですね。ENEOS のところの手前から入っていくと遅い道があるんで、歩いていくならそっちの方からショートカットができるみたいなんで、それでなんとか間に合うから、正攻法のこっちからぐるっとちょっと大回りする形になるんで、だとね、ちょっとやばい。やばいやばい。やっぱし、駅の一駅間で歩くとね、まあで、今回フラットだからまだマシですけどね。ちょっと、余裕ぶっこきすぎたな。ああ。ここは、フードショップか、よいしょ、で、とりあえず渡って渡って、どう行くのこれ。細いけど、こっちでいいみたいよ。こっちからショートカットできるみたいとか、してかないとちょっとまずい。清水川橋よ。で、ここか。もう完全にただの住宅街の向きですけど、一応ね、ここ歩いてったらいけるみたいなんで、また今日もマニアックな道入ってきたな、これ。そこが中谷外科病院、これまっすぐ向けたらいいみたいよ。よし、まあまあ大変じゃん。どこ？駅意外と標高高いとこね。そうやな。ちょっとどっかで登らなあかんのかな。地図見た感じだともうこのまままっすぐ行ったら駅前に行けそうなんですけど、駅舎がね、どこだ、反対側なのかな。でももうすぐって行けんのこれ。分かんねえ。ここサビドカって、駅どこだ。あ、こんばんは。え、この子に駅あるの。ちょっと待って、もう電車出たぞ。
宇野駅出たよ。え、どこどこどこ、うん、パーキングが出てきたで。駅は近くそうだけど、え、渡っていけるの。え、これ、あ、ここか。やべえ、初見殺しすぎた。危ねえ。